久保さん、いやー過去は変えられますね過去は変えられるというか書き換えられるというかなんで過去は変えられないけど書き換えられるにしましょうかうんまあいろいろな人生まあ長い目で見るとお80年ぐらいですか生きるその中でうんまあ振り返ってみるとね振り返ってみると まあ結局その過去を書き換えられるか書き換えられないか今何をやるかじゃないですかうーんまあ久保さんも麻雀店っていうのをやめなくてずっとやってたら多分麻雀店のままだしその時の今を変えたから今があるっていうね、うん、今を変えたから今があるあ今を変えたから今があるっていいんじゃないですかね言ってらっしゃい